陳延炎は中国秋葉末期の美儀。神話八炎の一人。民末新書に活躍した軍閥武将後三景の目け。本生は京、意味名は字は香る、薫。藩将後三景の心を奪った渓谷の美女と言われ、その生涯は多くの伝説で包まれている。昆明市台和宮近殿にある陳延炎の増陳延炎の出自や経歴は、後世の講談。 俗説による粉色が多く、確かなことは、あまりわかっていない。上州府、竹進県本市の出身で、初めは名を、慶と言ったが、母を早く亡くし、養父のせいである、鎮世を名乗り、人々は、慶大大と称したという。かように長じた絶世の美女であったといい、その美貌は、神愛八縁の一人と称えられた。 民末の皇帝数帝帝の皇后修士の父の宗家が皇帝のために金で集めた美女の中に選ばれたとも他修営の父の伝広氏すぐるが南京に遊んだ際に800金で買われたとも言う。やがて民末の混乱期に五三家の長愛を受けてその目かけとなった。数帝十七年大巡皇帝を名乗った李事制が北平城を陥落させると ニエ炎も理事政軍に捕らえられた。この時後三家は、北方から侵入しつつあった進軍への防備の要である山海間の首相としてドルゴンと対峙中であり、首都の危機を救うべく北平に向かいつつあったが、北平陥落を聞いて進軍を停止。理事政はしきりに後三家に降伏を進めたが、チン陳エ炎が捕虜となったという法を聞くや、 五三家は激怒して、軍を戻し、山海間を開いて新軍に降り、反転して、理事政軍の攻撃を開始した。詩人の暮れ異行はこの寝返りについて、延々局という七言しを作り、五三家を批判した。ドルゴン軍の先鋒として、理事政軍を破り、北平を陥落させた、五三家は、父や家族を理事政軍に殺害されながらも、 陳延々を探索させ、自らの手に取り戻した。この間の功績により、御三家は、新朝廷から、平成王として、雲南に封じられたため、御三家は、陳延々を正否にしようとしたが、延々は誇示して受けなかった。そのため御三家は別の女性をめとったが、この日が嫉妬深い性格であったため、陳延々は、王府の外の別院で独居したという。 後期12年後三景が、関東の直行ゆ福建の高成中と共に反乱を起こすと、チムエンエンは、御三景の下を辞去して、女同士となり、弱情と改名して、重い修婦に余生を過ごしたという。ありがとうございます。